第7代レンダカリのイニゴウルクルレンダカリは、バスク政府主犯を指す名称。語源的には、第一の役割を果たすものであり、複数型はリヘンダカリアックである。バスク地方の自治的象徴を意味する名称として、カスティーリャ語においては、自治州政府の主犯として、プレシデンテかレンダカリのどちらかを用いる。その完全な公式名称は、カスティーリャ語で、 プレシュデンテ・デル・ゴビエルのバスコ、バスク語でエウスコ・ヤウル・ラリツァ・コ・レーン・ダカリアである。バスク自治州政府機関やレーン・ダカリのオフィスは、レーン・ダカリツァと呼ばれ、ビトリア・ガステースにあるアフリア、エネア宮殿に官邸が置かれている。また、ナバーラ自治州政府主犯、ナバーラ自治州議会議長、バスク自治州議会議長のこともバスク語で公式に、レーン・ダカリという。 様々な公共及び民間の組織の長はプレシデンテと同義語であるレンダカリを用いるからである。1970年代にバスク語の公式なスペルが決まる前にはユスコジョーラリッツレンレンディカリという名称があった。エイザコディ、ユスコディもレンディカリもバスク語の新語であり、これらの名称はサビノアラネやバスク民族主義等のメンバーによって作られた。バス語のレンダカリは カスティーリア語のプレシデンテの純粋な同義語として、誕生以来現在まで使われ続けている。自治州政府主犯としての名称のほか、スポーツクラブの会長、組織の長から、審査委員長、議会の議長、会社の取締役会の長まで、広く用いられている。カスティーリア語においては、スペイン王立アカデミーは、レンリカリのみを唯一の形式としている。現職のレンダカリは、 バスク民族主義党のイニゴールクルである。ありがとうございます。